ベンジャミントット・ロスリスバーガーは、アメリカ合衆国オハイオ州ライマ出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。NFL のピッツバーグスティーラーズに所属。これまでに2度、チームをスーパーボール制覇に導いている NFL を代表するクォーターバックの一人である。ニックネームは、ビッグベン。オハイオ州ライマで生まれる。父の県ロスリスバーガーは、 ジョージア工科大学の元選手で、ベンと同じクォーターバックだった。地元オハイオ州にあるフィンドレー高校では、アメリカンフットボールの他に、野球やバスケットボールもプレーしていた。アメフトでは、2年時までは、ワイドレシーバーとして活躍していたが、3年時にクォーターバックに転向。QB として活躍した最終シーズンでは、パスで4041ヤードを稼ぎ、 14td-13int の成績を残した。マイアミ大学では q b 経験がわずか1年ながら1年時から先発 q b の座を掴み取る。1年時はパスで3100ヤード、2年時は3200ヤードを超え、3年時は4400ヤード以上を獲得した。2003年にはマイアミ大学はグマックボールで ルイビル大学を49から28で破り優勝。ロスリスバーガーは MVP に輝いた。大学時代は1304パス見、投げ、1829獲得ヤード等で大学新記録を更新。その功績を称えて、マイアミ大学は2007年にロスリスバーガーの背番号7を永久欠番にした。 同大学のフットボール選手の永久欠番は34年ぶりで、史上3番目のことであった。大学時代の年度別成績、編集ベンガルズ戦2004年4月、スティーラーズにドラフト1巡目で指名され入団。同年8月4日に、出来高払いを合わせて6年総額4、0ドルで契約した。この年スティーラーズは、当初トミー・マドックスを先発 QB としており、 ロスリスバーガーは2番手 QB であった。ところが、マドックスが開幕第2試合目となる9月19日のボルチモアレイブンズ戦の試合中に怪我で離脱したため、交代で初出場した。第3戦から先発 QB を務めたロスリスバーガーは、そこから21連勝中だった前年度、スーパーボール覇者のニューイングランドペイトリオッツを破るなど、チームを 八区の14連勝に導きチームは15勝1敗でシーズンを終えた。しかしプレイオフのペイトリオッツ戦では3つのインターセプトを喫し返り討ちにあい、スーパーボールには手が届かなかったものの NFL 新記録となる新人 QB シーズンに受けた勝利を受立2004年シーズンの新人王に選ばれた。プレイオフの敗戦に落胆し現役引退しようとした。 ジェローム・ベティスに対して彼は、カム、バックネクスト・イヤー、アイル・ゲッチュ・ツデトロイト、ギミー・ワン・モア・イヤー、と流した。優勝パレードでのロスリス・バーガー2005年シーズンでは、途中数試合を怪我で欠場し、チームもレギュラーシーズンで苦戦。プレーオフでは、最後の、第6シードをギリギリで手に入れるという苦しいシーズンであった。しかしプレーオフで、 アウェイの3連戦を勝利に導き第40回、スーパーボウルではシアトルシーホークスを破り、先発 QB としては史上最年少でスーパーボウルリングを手に入れた。第6シードのチームがスーパーボウルを制したのも史上初のことであった。2006年6月12日、オートバイを運転中に乗用車と衝突。この時ロスリスバーガーはヘルメットを着用しておらず、 顎や鼻の骨を折るなどの重傷を負った。幸い脳への損傷などの致命的な負傷はなく、8月にはプレシーズンゲームに出るまで回復したが、シーズン直前の9月に中水炎を患い、結局シーズン初戦を欠場することになった。この年チームは8勝8敗でプレーオフを逃した。2007年11月5日、地震初の 5TD パスを挙げた。 2008年のロスリスバーガー2008年3月4日に総額1億200万ドルで契約を延長2015年まで在籍することとなったロスリスバーガーはスティーラーズで現役生活を終えたいと語っている2008年シーズンはレギュラーシーズン全16試合に先発出場3年連続の3000ヤード超えとなる3301ヤードを 派生だが、TD パスは、前年の32から17へと減少し、QB レートも前年の104.1から80.1に数字を落とした。ポストシーズンでも、第16週のテネシータイタンズ戦で5サックを喰らい、第17週のクリーブランドブラウンズ戦で 0TD、1INT で、QB レート58.6を記録するなど、個人成績的にはやや物足りないシーズンであったが、 要所で勝負強さを発揮し、スーパーボールへと進出。迎えた第43回スーパーボールでは、ドタン場でサントニオ・ホームズに逆転の TD パスを成功させ、チームを3年ぶりのスーパーボール制覇に導いた。2009年10月11日のデトロイト・ライオンズ戦では 3TD を上げて28から20と勝利した。第11週のカンザス・シティ・チーフ戦のオシンを、 起こし、翌週の試合には欠場した。12月20日の試合ではパスで503ヤードを獲得、3TD を上げた。2010年3月、ナイトクラブで女子学生から性的暴行で訴えられ証拠、不十分で不寄所になったものの、4月21日、NFL の行動規定違反として開幕から6試合出場停止となった。その影響によるものか、 当初6月に予定されていたベン・ロスリースバーガーフットボールキャンプはマイク・トムリンフットボールキャンプとして開催されることとなった。その後出場停止期間は4試合に軽減された。第5週のクリーブランド・ブラウンズ戦で 3TD パスを決めた。11月のバッファロー・ビルズ戦で右足を骨折、痛みに耐えたままシーズンを過ごした。11月22日のオークランド・レーダース戦の 試合中に、相手、で、リチャード・シーモアにパンチを食らった。第13週のボルチモア・レイブンズ戦では、第19に、ハロティナータのタックルを受けた際に鼻を骨折したが、プレーを続けた。この年12試合に出場し 17TD に対して、わずか 5INT しか許さなかったが、32サックを浴びた。1月16日のボルチモア・レイブンズとのディビジョナルプレーオフでは、 QB サックされた際にファンブルし、リカバー TD を上げられるなど7から21とリードをされたが、ヒースミラー、ハインズ・ウォードへの TD パス、アントニオ・ブラウンへの58ヤードのパスなど、6サックを浴びながら226ヤードを獲得、31から24で勝利した。ニューヨーク・ジェッツとの AFC チャンピオンシップゲームでは24から3と、 リードをされた後、24から19まで追い詰められたものの勝利し、自身3度目のスーパーボール出場を決めた。第45回スーパーボール出場を果たしたがパスで263ヤードを獲得する一方にインターセプトを喫し、そのうちの1回をリターン TD に結びつけられるなど、グリーンベイパッカーズに敗れた。二千十一年、五年間付き合ったガールフレンドと、 結婚した。第5週のテネシータイタンズ戦では、パス34回中24回成功、228ヤード、5TD を上げて7度目の AFC 週間 MVP に選ばれた。第8週のニューイングランドペトリオッツ戦では、パス50回中36回成功、365ヤード2、2TD、QB レーティング97.5の活躍を見せて、8度目の AFC 週間 MVP に選ばれた。12月4日の第13週、シンシナティベンガルズ戦では、パス成功数を2026回まで伸ばし、テリー・ブラッド賞の持っていたチーム記録を更新した。第15週のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦では330ヤードを投げたが、3インターセプト2ファンブルロストとターンオーバーを連発し試合に敗れた。翌週のセントルイスラムズ戦では、 チャーリー・バッチが先発し温存された。この年彼はリーグで下から3番目の40サックを浴びた。デンバー・ブロンコスとのワイルドカードプレイオフでは、同点で迎えた第4球終盤、あと少しで FG レンジに届くところまでボールを前進させたが、サックされファンブル、自らリカバーしたが決勝 FG を狙うことはできず、オーバータイムの末、ティム・ティーボーに決勝 TD パスを決められ敗れた。 2012年2月、チームのサラリーキャップ枠を確保するために、契約の見直しを行った。この年10月11日のテネシータイタンズ戦で、テリー・ブラッド賞が持っていた通算、第15週のダラスカウボーイズ戦では、オーバータイムにブランドンカーにインターセプトされたプレーが、相手の決勝 FG につながり敗れた。2013年、チームと契約の見直し交渉を行った。オフに、 右膝の手術を行った。この年、チームは1968年以来となる開幕からの4連敗を喫し、チームメイトのライアン・クラークから苦言を呈された。2014年、パス4952ヤードを獲得、3回目のプロボールに選ばれた。膝に炎症を起こしたためプロボールの出場は辞退した。2015年のロスリスバーガー2015年3月13日。 この年、契約最終年となる彼は、スティーラーズと新たに5年契約を結んだ。2017年シーズンは13勝3敗の成績で、終え、2019年4月24日、契約延長となる2年6800万ドルで契約を結んだ。9月15日、第2週のシアトルシーホークス戦で、試合中に右肘を痛め、手術の結果シーズン絶望となった。 以後のスティーラーズは、メイソン・ルドルフが q b を務めることになった。2020年は怪我の後遺症が危ぶまれたが、開幕戦のニューヨークジャイアンツ戦で先発出場をし、229ヤードを投げて勝利するなど復活を果たした。チームは、開幕11連勝を含む12勝4敗となり、3年ぶりの地区優勝を果たした。プレイオフ初戦。 ワイルドカードラウンドのクリーブランド・ブラウンズ戦で、ロスリース・バーガーは、NFL 新記録となる47回のパスで501ヤード、4タッチダウンを記録したが、4回のインターセプトなども、あり、48から37で敗れた。ピッツバーグで販売されている、ロスリース・バーガーという名のサンドイッチ大学を、卒業せずに、NFL 入りしていたが、2012年に卒業し、 教育学の学士号を取得した。機動力に富んだ QB ではないものの、体格を生かして、タックルの芯を外す技術に優れており、そこからビッグプレイにつながることが多い。また、コーチ陣からプレイ選択に関する権限をかなり大きく与えられており、ペイトンマニングほどではないもののオーディブルをよく使う。試合前には、チームメイト全員に握手するなどチームの結束を、 大切にする性格で、チームメイトのレシーバーブルースは、彼は最高の QB だとコメントした。ロスリスバーガーという性のルーツは、スイスだと言われている。また、その性にちなみ、ピッツバーグでは、ローエセルスバーガーという名前のサンドウィッチが売られている。値段は、ロスリスバーガーの背番号、7にちなんで、7ドルである。パッカーズの守備陣によると、RB 以上に当たりに強く、 簡単にサックすることができない。またパンプフェイクに注意する必要があると指摘されている。2019年6月、アメリカの経済誌フォーブスは2019年版の世界のアスリートの年収を公表した。ロスリスバーガーの年収は5550万ドルであり、世界のスポーツ選手で12位にランクインした。レギュラーシーズン、編集ポーストシーズン、編集。ありがとうございます。